Welcome back. We're going to continue right where we left off. The Straw Hat mission. And we're going to continue towards the next main mission. いさかいか? ユナ、お主か? デン。待ってたよ。何が起きた? タカはどこだ? 村の連中と隠れてる。ここも猛虎に襲われた。手向かえば殺され、ほとんどが捕虜にされたよ。残りのものを奪いに戻るはず。 今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。は?村の火事場も、民も失えぬ。望むならば、お主は行け。嫌だね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。 何人生き延びたのだ? そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さ。戦いそうにないね。
全て一人で打ち取ったとは見事だ。結果したから。矢の余りはあるか。使ったやつは引っこ抜いてまた使うのさ。それで十分。村のみんなを避難させてたんだけど、一人ここらで猛虎に捕まったんだ。生きてた。猛虎は行った。しばらくは戻ってこないよ。これから火事場に向かうから一緒においで。火事場は動くか。ああ、でも火はつけないよ。煙が出たら最後、猛虎に居所を知られるから。いや、釣り出してやろう。さすれば血のりを生かせるはずだ。火事場をおとりにするってわけか。坂井様、姉さん。タカ。あなたのご無事を祈ってました。それはありがたい。時に頼みがある。何かご入り用だとか、どういったもので。叔父上を救いたい。兼太の木に囚われておるのだが、守りが固く。人知れず忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。最高のね。作ることはできますが、じき猛虎が来るのでは。村は必ず守ってみせる。任せときな。火事の助手がいります。幸男という名の。どこにおる。嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。ユナ、戦の支度を。できてるみたいです。幸男か。はい。タカが火事場で待っておる。小町を。妻と妹が川にいるんです。今すぐ案内しろ。こちらへ。俺から離れるでないぞ。見るな。よいか。わかりました。猛虎に見つかった。ここにおれ。やだ、やめて。逃げ持ってさ。近寄らないで。
ユキオの使いだ。生きてるの？ついてこい。火事場へ向かうぞ。よかった。あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はないな。この方の強さといったら、まるで鬼だよ。影沈まれ。火事場に行くぞ。ついてまいれ。生きてたか。このお方のおかげだ。恩に来ます。モーコが来る。ユナはどこだ。川の向こうの一家を探しに行ったきり帰ってきません。何？戻るまで火を入れるな。ジン、こっち。火事場は火を入れられるぞ。誰かを探しておるのか。しくじったよ。川の向こう岸で捕まっちまった。あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ。ならば捨ておけぬな。行くぞ。侍、侍はどこだ。嘘をつくな。お前の仲間をいたぶるぞ。侍なんて知らない。村の奴らはどこに消えた。知らないよ。おしょう、どうしょう、どうしょう。気を抜くでない。火事場まで行けるか。ええ、なんとか。みんなついてまいれ。あの方は何者なの。話せば長くなる。殺し方がむごくて人じゃないみたい。そうかもね。
さん、心配させやがって。火事場に火を入れろ。モコが寄ってきます。ここを打ち壊しはせぬであろう。この利を逃す手はないぞ。その前に殺されるかも。いずれにせよ、ここで猛虎を迎え撃つ。
お侍様の戦い方じゃない。何を申す。お侍どころじゃないよ。このお方は猛虎を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者クロード様さ。早く逃げましょう。ならぬ。火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよう。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。伝説のクロード。悪くないだろう。お前の老いが我が兵を追い回し、けだもののごとく八つ裂きにしている。己らは民に何をした。それでは分かっておろう。我らの望みは同じ。死して名を続く戦をした。わしは誉れをもって武勲を立てた。対馬の綱紀を正し、平和をもたらしたのだ。己とは違う。やつもそう言ったな。だがやつは勲氏を残す前に死ぬことになる。イサオ氏とは死しても残るものだ。ああ、そうか。己の家は代々対馬を治めておるとか。確か先祖以来の城が北にあったのだったな。この目で見るのが楽しみだ。その間、己はここに一人閉じ込める。誉れでも食って飢えをしのぐがよい。たかが仕事を終えるまで叔父上をお助けにはいけぬな。ユナに話を聞いてみねば。どなたかお助けを。誰が殺した。恐ろしい侍です。やつは重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ。見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷槌と大風島を襲いけり、雷の満ちたる土より稲妻の獣入れたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて、義人対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず、編み出したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なれぎりで、最後の獣が発るほど雨雲を去りて空は晴れ、対馬は子供なかりけり。その後
重則隠れすぎて出会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時、刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子の、また獣シード剣との思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。孔子が言っていた橋、鳴き声がする。どこだ？お侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか？知り人でした。古賀安平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか？忘れたくても忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。お、蹄の跡、急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか？幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ、蒙古襲来の折に戻ったとか、その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先、敵陣があるようだ。蒙古だ、隠れろ。撃ってこい。シーツが来たえ。おる。
誉れなき勝負だが、相手が猛虎ならば諦めも。古賀の姿がどこにも見つかりません。古賀康平という者を追っておる。さっきまで矢倉におりました。まさか猛虎と。はい、ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。矢倉を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。城から出るとは。古賀は何をしておった。試合場だ。これを探しておったか。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は猛虎にも伝わっておる。古賀は奉仕の語りと比べたのか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い歯をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのケダモノを倒してください。 That's the plan。 白い葉の木を見つけねば。古賀はここの葉を集めたのか。あれか。白い葉、稲妻で色が抜けたかのようだ。人のうめき声だ。
犯人は猛虎を連れた男か、うん、祖父から試練一戦を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。連れてきた猛虎だ。これが試合場に違いない。古賀は何をしておった？古賀め、なぜ殺した？いつからあるのだろうな。足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきた。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのじじいから死に際に試練一戦を授かったぞ。その身で受けよう。Legendary attack on Knight is still dying. I'm swagged up. Ready to cut your face off. I don't like the color scheme you have for your swords. Was that it? That it? Oops. Oh my.
Now this is to my liking. Is what it is. Tsushima を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。Yeah. Don't like it. So, I think this is a good place to end this video. If you guys enjoyed, know what to do. Catch you all in the next one.